皆さんどうもこんにちは。ゆっくり解説の、霊夢です。皆さん劇場版マクロスデルタは、もうご覧になりましたでしょうか？皆さんの予想は当たりましたか？公開終了までは、公式から発表された PV からわかる情報以外は、動画にしませんので、コメントでも、配慮していただけるとありがたいです。さて、今回は、アニメ本編でもその関係性が語られ、劇場版 PV にも登場し、一躍注目の的となった、ジーナスカについてお話していきたいと思います。デルタから見た方は、ま、クス、おじい様ってどういうこと？二人の関係性ってどうなっているの？となっている方もいるのではないでしょうか。そのあたり、少しでも理解が深まっていただけると、ありがたいです。まずは、こちらがジーナスカの家族写真となります。7人姉妹を授かった、子沢山ファミリーとなります。その前にまず、ま、クスとミリアから、最近のマクロスから入った方向けに説明すると、マクロスシリーズは、1982年に開始した超時空要塞マクロスをその初めとし、2021年に公開された、劇場版マクロスデルタ絶対ライブまで、もうすぐで40周年を迎える、超人気アニメシリーズです。ジーナスカの夫と妻である、マクシミリアン・ジーナスと、ミリア・ファリーナは、初代マクロスに登場した人物です。マクシミリアン・ジーナスことマックスは、東欧軍の軍人です。それに対して、ミリアは、巨人種族のゼントラーディの女性で、二人が初めて出会ったのは戦場でした。お互い、エースパイロットであり、死闘を繰り広げます。テレビ版では、ミリアは文化を知るために、潜入捜査員として、マクロス艦内に侵入、ゲーセンでその腕前を発揮しているところ、ま、クスが手合わせを依頼、ここでも死闘を繰り広げま、クスが勝利、腹いせに決闘を持ち込んだミリアですが、ここでもま、クスが勝利、なんやかんやで二人は結婚します。ちなみに、結婚式当日的襲があり、二人はそのまま出撃しています。そんなバイタリティの塊のような、二人の間に生まれたのが、先ほどの家族写真に載っている7人の娘となります。出生順に、長女、コミリア・マリア、次女、ミラクル、三女、ミューズ、四女、テレーズ、ミューズとテレーズは双子であり、詳しい記載がないため、どっちがどっちかはこの写真からは、わかりません。五女、エミリア、六女、ミランダ、七女、ミレーヌ、また、この写真には載っていませんが、幼女として、モアラミアがいます。とここで、本題の、ミラージュとマ、クスの関係ですが、ミラージュは六女ミランダの娘となります。ま、クスとは孫とおじいちゃんの関係ですね。また、ミレーヌの姪となります。この中で、映像作品での登場があるのは、長女コミリア、五女エミリア、七女ミレーヌ、となります。長女コミリアは、超時空要塞マクロスに赤ちゃんの姿で登場し、地球人とゼントラーディ人初の、性感混血児として生まれました。小さい時は、子育てがわからないミリアに放り投げられたり、カルチャーショックを与えるための道具として、散々な目に遭っていますが、当の本人はとても笑顔なので、まんざらでもないのでしょう。作中子供の頃は髪の色がま、クス同様、青色で描かれていましたが、家族写真ではミリアと同じ髪色になっていますね。成長して変わったんですかね。五女のエミリアは、マクロス7銀河が俺を呼んでいる、にて登場しました。伝説の歌姫、リン・ミン名に憧れており、修行のためとある惑星にて、巨人の姿で日々歌を歌っています。また、メルトランディ御用達の、クアドランの強化発展型、クアドラン、キルカに乗り込み、戦闘仕掛けるシーンも登場します。コトロでこの作品では、バサラとエミリアが互いに歌い合うシーンがあるのですが、バサラの迫力が、巨人の姿のエミリアを圧倒しており、さすがアニマスピリチュアというか、バサラだなってつくづく実感しました。七女のミレーヌは、皆さんご存知、マクロス7にてファイアボンバーの、ボーカル兼ベース担当をしていましたね。ちなみに劇中当時14歳です。劇中では、
バンドしているイメージを皆さんお持ちだと思いますが、ヴァルキリー操縦の腕もピカイチで、途中から結成されたサウンドフォースでは、VF-11 の改造機をしっかり乗りこなしているだけではなく、波の軍人がバタバタやられている中、歌いながら操縦するという、さすがエースの子という存在感を示しました。また、グババと呼ばれる宇宙生物と、常に一緒にいますが、この子は、クスが惑星調査の任務中に、瀕死の状態にあったところを保護され、5歳の時にミレイヌにプレゼントされました。ちなみに、グババは愛称で、種族としては、キャラらしです。戦術しましたが、マクロスデルタに登場した、ミラージュファリーナ、ジーナスは、六女ミランダの娘となります。ミランダ自体情報があまり出てきていないため、どのような経緯があったのかなどはわかりませんが、ミラージュ自体は残念ながら、一族の中では、あまりエースとしての才能がないようで、本人もそれを気にしているようです。また、その反面祖父母が伝説のエースのため、かなり心理的なストレスを抱え込んでしまっています。しかしその後の彼女の成長は、劇場版で遺憾なく発揮されます。と、しっかり見ていくとかなり繋がっているのが、また、マクロスの世界を一層楽しくさせてくれますね。この他にも、シリーズを通じて登場する、名家は複数あり、どれもが物語の重要な役となっているため、また機会がある時に解説を行いたいと思います。と、このチャンネルでは、不定期ながら、マクロスの世界をもっと深く知れるような、内容の動画を上げていきますので、もしよろしければ、高評価チャンネル登録、こんなの見たいよ、いや、これどうなのなどのコメントもどしどし応募しております。皆さんの熱いマクロス愛、コメント欄で示してください。それではご視聴、ありがとうございました。